今回ブチおいしいものがあるのは庄原市高野町にあるナチュラルファーム谷口。どんなブチおいしいものがあるんでしょうか。大自然の中にビニールハウスがあります。お邪魔します。なんか甘い香りがしてきました。いちごがたくさんなってます。このいちごはおいしいんですか。はい、このいちごはとてもおいしい高野プリンセスといういちごです。この方はブチおいしいいちご高野プリンセスを育てている谷口博則さん。いちごって春が旬だと思うんですけど、うん、はい、夏でもおいしいんですか。うちのは一年中おいしい夏いちごとなっております。どうぞ一粒食べてみてください。いいんですか、はい、食べてみていいんですか。すごく綺麗な形。いただきます。甘い。ヘタのところまで全部甘いですね。そうなんです。うちのいちごは全部まで糖度が乗っております。しかもこうみずみずしさもあって最高な一粒ですね。 ありがとうございます。ブチ美味しい秘密が気になる。高野プリンセスは香りが強く糖度が高いのが特徴。夏でも冬いちごのように甘く一粒なんと200円もする超高級いちごなんです。すごい高い。高野プリンセスはどうしてこんなに甘いんですか。はい、それはこだわって栽培をして糖度9度以上のもののみ出しているから美味しいんです。毎回測られてるんですか。毎回測っております。 10.4 度です。 10.4 度。通常のこう夏いちごって、はい、普通の糖度ってどれくらいなんですか。これ大体5度から6度と倍ぐらいあるんです。2倍あります。いちごは普通のいちごの2倍の甘さが出ております。通常の夏いちごのおよそ2倍の甘さを誇る高野プリンセス。どうしてこんなに甘い夏いちごができるのか気になります。光合成でできた糖がいちご入っていくんですけども、光合成が盛んなのが大体朝の9時から昼の12時までが盛んなので、そこに合わせていろんな技を使ってですね甘くしております。まず一つは葉面散布といってですね、いちごの葉っぱに肥料をまくっていう作業をしているんですけれども、多くの農家さんは午後に行うんですけれども、私はそれを午前に行っております。何が違うんですか。光合成の時間に合わせて肥料を吸わせるっていうんですかね。で、光合成がもっと盛んになるような栄養をいちごたちに与える感じですね。ベストなタイミングでベストな栄養を与えてる、はい、そうですね、はい。さらにいちごを甘くするためにいちごをですね、一つの茎にいちごを3粒しかつけなくして、栄養を集中させるっていうんですかね。いちごが10個あったら10のものを10個いくよりか10のものを3ついった方が甘さがどん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 入っていく。一つ甘さが選ばれしいちごされるわけですね、はい、そうです。さらに光合成に必要な二酸化炭素が不足しないようにビニールハウスの天井を開閉式にして空気の入れ替えも欠かせません。すごいこだわり。高野プリンセスを育てている庄原市高野町は夏いちごの栽培に最適なんだそうです。標高が550メートルぐらいあって、今でも夜間の温度は20度を切るのですごくいちごにとってはいいので、気温が下がるといいんですか。はい、そうですね。いちごはですね、積算温度っていうのがあって、花がついてから積算温度で600度で、真っ赤になるっていうんですけど、夜間が温度が低いとですね、ゆっくりゆっくり熟していくっていう、その熟する期間が長いのでとても美味しいイチゴができるというですね、そういう意味でこの高野町はですね、イチゴの栽培にすごく適しております。私の師匠がいたんですけども、当時はですショートケーキって甘いじゃないですか、だから甘いものには酸っぱいものが合うという考え方でですね、イチゴは酸っぱければいいみたいな考え方があったんですけども、この師匠はこれからは酸っぱいだけじゃなく絶対美味しいイチゴの方が有利になるから、少しでも美味しいイチゴを作ってケーキ屋さんに届けてやろうってこだわってイチゴを作ってたんですけども、周りの生産者にですね、そんなにイチゴをこだわって作らんでもいいじゃないかみたいな師匠が言われたんですね。それで僕が何を言ってるんだ、師匠の頑張りを無駄にしやがって、よし俺が敵を取ってやるみたいな感じで、そこからですねイチゴ栽培にのめり込んでいきましたですね。師匠の仇を討つため師匠以上にこだわり抜いていちごを育てた谷口さん。
高野プリンセスを食べた師匠は、うん、いいイチゴを作ってる、はい、褒めていただきました、はい、あまり褒めない人なんですけど、はい、褒めていただいた時はもうよしやったみたいな、もともと師匠をちょっとびっくりさせたいなみたいな、ね、そういった思いが強くなりましたですね。谷口さんが目指すイチゴとは、食べた瞬間ふわーってなるようなそんなイチゴですね。ちょっと作ってみたいですね。食べた瞬間そうしびれる、しびれるような、はい、そんなイチゴですね。作ってみたいです。究極の一粒を目指して日々試行錯誤しながらこだわり抜いて育てられた高野プリンセスは一般には出回らない超希少イチゴ、それがなんと広島土口で限定販売されるんです。こんな風に入ってる、買えちゃう。基本的には洋菓子店とかですね、ホテルとかそういったところに卸しておりますので、まあ、個人で買えるのは広島土口さんでしか買えないアイテムとなっています。ブチだけ、ブチだけです。お土産とか、はい、プレゼントで持っていったら喜ばれるでしょうね。はい、皆さんこんにちは、八幡美咲です。今日はその高野プリンセスをスタジオにご用意しました。嬉しい。皆さんいかがですか。甘いですね。甘いですよ ね、上村さんいかがですか。見たことがなくて、これが噂の高野プリンセス、本当に美味しい、もう香りが違いますよね、すごく香りが濃い、香りも本当にいいのが特徴なんですよ、この高野プリンセス、なんと農林水産省が開催するコンテストでの受賞歴もあるそうです、で本当に、ね、栽培方法にこだわっていて、与える水や肥料にこだわって、味噌や醤油を混ぜてみたり、天気によって与える肥料を変えている、こだわりが詰まったイチゴなんです。凝縮されてるんですね。あ、もう600円分食べちゃいました。本当本当、1つ200円、いやでもスイーツですよ、スイーツ。これはこんなに1つ食べて1つスイーツですよね。目標は1年を通して糖度20度超えだそうです。このナチュラルファーム谷口のこちら高野プリンセスは1パック2900円、そして2パックで5700円です。この個人で購入できるのは、この広島土口だけです。人気商品なので皆さんお早めにお買い求めください。そして天候により生産数が左右されるため、ご注文中に8月上旬より順次発送となります。発送まで2週間程度かかる場合もありますが、まあ、全て手作業なんですけれども、美味しいイチゴが届きますので皆さんご了承ください。